突然のさくらの告白。一星の答えは。すずは何を思うのか。そして怪しい影はさらに近づいてくるのか。星降る夜に、すずへの復讐とも取れる嫌がらせは激しさを増し、一星はすずを守りたいのに、同僚としてそばにいる深夜への嫉妬が爆発し、このまま二人の関係はこじれてしまうのかとヒヤヒヤしました。でもすずを大好きな一星はちゃんと自分から謝ることができ、二人は会うことになったのですが、一星に好意を寄せているさくらが一星にキスをしたり、その現場をすずに見られてしまったり、さらなる波乱が幕を開けそうですね。より一層気になる次回ですが、さくらの一星への告白は思っていたほど二人の関係をギクシャクさせるものではなさそうで、すずが冷静に「さくらちゃんに告白されてたでしょ?」と言っている声があったものの、膝枕していたりドライヤーでわちゃわちゃしている二人の姿があったり、一星がすずに「一緒に暮らそう」と伝えていたりと、もう止められないほど二人の愛は燃え上がっている感じがしますね。一星がさくらにどんな答えを出したのか気になりますが、さくらの方には別の問題が降りかかってくるようです。さくらは母北斗の元夫の連れ子なのですが、今になってさくらを産んだ母親からさくらに一目会いたいと手紙が届くそうで、一星のこともあり感情がぐちゃぐちゃであろうさくらはどう動くのか注目ですね。実の母親に会うべきかどうか悩んださくらは、なぜかすずに会いにマロニエ産婦人科医院を訪れるようで、さくらはすずに何を伝え、すずはさくらに何を伝えるのか目が離せません。さらにマロニエ産婦人科医院の看護師長犬山と、その息子でピンク頭の添い寝師チャーリーにも知られざる過去があるようで、犬山は元レディースだったということはすでに明かされていますが、そこから産婦人科の看護師になった経緯だったり、確かに気になる部分はありますし、この親子の過去がさくらにも影響があるのか見入ってしまいそうです。すずは家のガラスが割られていて家に帰れないこともあって、どうやら一星と暮らすことになるみたいで、一星はすずとの関係に不安を抱くことなんてないはずなのに、深夜と居酒屋で鉢合わせ、またまたライバル心をむき出しにするシーンもあるそうで、性格が対照的なこの二人のやりとりはどうなるのやら。そもそも深夜は一星をすずの弟だと思っているので、またちぐはぐしたものになるのか、それともついに一星はすずの恋人だと深夜は知ることになるのか、二人のやりとりが今から楽しみです。春の妻歌が妊娠したことで、春は不安を抱え一星にも感情を爆発させていましたが、一星から歩み寄りお互いがどう思っているのか伝え合うことができてよかったですし、春は歌に対しても自分の素直な気持ちを伝えられてかなりジーンときましたね。そして歌は可憐な見た目とは裏腹に、喧嘩売ってんの?とか、おじいちゃんとおばあちゃんになっても春と熱燗飲んで暴れたいとか言っていて、意外とオラオラ系だったのが面白かったですよね。だからこそ圧力が強い会社でもバリバリやっていけているし、春が一度挫折した時も何も言わないけど決して離れずそばにいる強さがあったんだなぁと感じ、歌の春への愛情の深さを改めて感じました。
春は一星と出会って、一星と手話を使って話すことで、自分の本当の気持ちを手話でなら伝えられるようになったということで、これまで二人が何でもないことを笑い合いながら話していた時を思い出し、この一星と手話で話していた時間が、春にとってすごく愛おしいものだったのかなと感じ、胸がいっぱいになりました。そんな一星にちゃんと自分の気持ちを吐露できて、一星から歌も怖いんじゃない?と言ってもらえたり、手話でなら言えるだろうと後押ししてもらえて、春の人生にとって一星に出会えたことの尊さは半端ないなぁと感じずにはいられませんね。春と歌は自分たちの本当の感情に素直になり、授かった命を産む決意をして円満でしたが、鈴と一星は一星の不安な感情が大爆発してちょっと暴走してしまったように見えたのが切なかったですよね。一見陽気に生きているように見える一星ですが、今回の春の件や鈴が危ない目に遭っている時に気づけなかったことで、耳が聞こえないことに対するもどかしさや焦りみたいなものはずっと抱えて生きてきたんだなぁと感じました。でも鈴への SNS での誹謗中傷盗撮を深夜が先に目にしたのは同じ職場だからで、早く気づいたから先に現場にいただけで、鈴が深夜に助けを求めたわけではないので、そこを大きく誤解してしまい、彼女が危険な目に遭っているのに彼女を責めるような態度を取っちゃったのはいただけませんね。家まで知られてレンガを投げ込まれて、鈴はただただ怖くて助けを呼ぶ発想になれないほど恐怖を感じていたのに、大好きな一星からそんなこと言われたら、鈴的にはかなりショックだったんじゃないかなと思いました。しかし鈴は冷静な態度で深夜の手当てをしていたり、次の日もちゃんと仕事をしていて大人でしたね。鈴はこれからもそうやって一星の感情を受け止めてしまうのかなと思うと、一人で溜め込まないかとちょっと心配にもなりますが、一星からごめんとメッセージが来るとハピネスオーラいっぱいになっていて、スズもそんなに一星のことが好きなら仕方がないかと、二人の今後を見守ることしかできないもどかしさを勝手に感じてしまいました。今回のスズへの嫌がらせは度を超えすぎていて、ツイッター上でも普通に犯罪じゃないかという意見も多く、めちゃくちゃ怖いですし、なんで5年経った今スズへの復讐心がこんなに溢れることになったのか、その真相はいつ明かされるのか、そわそわします。そんな危ない人から、もはや命を狙われているような行為もされているのに、スズは一星と会えることに浮かれて、一人で街を歩いていて、おい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 、と思ってしまいましたね。家の玄関は張り紙がいっぱいで、やじ馬もいっぱい来ていて、顔もさらされているのに、そんな浮かれた気分になれないだろう、と突っ込みたくなる気持ち全開でしたが、それほどまでに鈴にとって一星は心の拠り所なんだなぁとも感じました。次回予告映像では、二人はお互いの存在を確かめ合う、と、かなり幸せな流れがあるように描かれていましたが、ついに鈴の前にその嫌がらせ男が現れてしまうようで、鈴は無事でいられるのか、その時一星はどうするのか、次回も見逃せません。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。